渡辺監督、劇的結末に、お気持ち表明。西武は4時間21分に及んだ延長12回の末、ロッテにサヨナラ負け。プロ野球ワースト記録となる開幕から続くロッテ戦の連敗が16に伸びた。1回に3点を先制しながら、決勝点を含め暴投による失点が相次いでの敗戦に、渡辺久信監督代行は、痛いバッテリーミスでやらなくていいような点を大事なところでやってしまうところは勝負弱さが出たと険しい表情だった。試合終了の瞬間、ナインは呆然とその場に立ち尽くした。延長12回2アウト1、3塁。王が投じた直球が暴投となり、三塁走者のホームインを許した。1点リードの8回にも2番手平が、2アウト3塁の場面でフルカウントから投じた7球目のスプリットが暴投となり、同点とされ、指揮官は、打たれた区内から厳しいところというのはわかるが、でもああいう大事なところでああいう一つの大きなミスがね。バッテリーミスは本当にやらなくていい点と苦言を呈した。西武はロッテが好きなんです。あと9つ。プロ野球記録、7日はわかりませんけど連勝を期待します。なんだあの最後の冒頭。プロの投げる球ではない。どうやったらあんな球があの場面で行くのかさっぱりわからん。連敗行きましょう。記録作ろう。せっかくのチャンスやし。ライオンズファンです。今年は来季のための準備して戦いましょう。ロッテ戦は全員ファームのメンバーでやったら、一軍で使えそうな人が発掘できるかもよ。本当に勝負弱い、その一言に尽きる。今の西武は運も実力も完全にない。今シーズンロッテに一勝もできないような気がかなりしてきた。同じプロ同士でちょっと考えられない成績だね。ここまで来るとメンタルが大きい。それにしてもあの西武がこんなことになるとは。そもそも勝負に連なってないんだから勝負弱いも、そもねえよ。このまま全敗しそうだな。ロッテはクライマックスもあるし、2位でシーズン終了したいし、西武には全勝したいだろうね。逆に球場に観客が集まるかもしれない。歴史的瞬間を見るために、選手は悪くない。